残業なしで、まだ夕日が沈む時間に帰れたある日のこと、某駅のホームで、電車が来るのを待っていた僕の目の前に、突然、阿部教官の地獄絵図が展開した、飛び込み自殺だ。この駅は古い、未だ転落防止用のホームドアなどもない。そのため、自殺志願者も、 おそらくそれを分かって、この駅を選んだのだろう。しかもその神様とで来たら、無声の一言に尽きた。男はホームの足から、スピードのまだ落ちていない戦闘車両に飛び込み、運の悪いことに、走る電車とホームの隙間、数十センチの間に吸い込まれ、まるで脱水機にでもかけられたように潰されながら、もうスピードで回転し、 ホームにいた乗客たちに激しく血しぶきを撒き散らした。やっと止まった車両には先頭車両から四車両目あたりまで見たこともないような大量の血がべっとりとまとわりついていた。車両と車両の間にある角の部分は特に血しぶきがひどい。明らかに自殺志願者がそこに削られた後だ。 彼は四両目と五両目の間のホームとの間で血まみれの頭頂部だけを出して止まっている。これでは、頭蓋骨も割れているに違いない。生死の確認は必要なさそうだ。この事件ではショックで倒れ込む人も数人おり、また逃げようとして転倒して怪我をする人などもおり、駅のホームは 文字通り一獄絵図となった。この時、ちょうど僕の目の前にいた女子中学生も、ショックのためか、ストンと落ちるように、僕の足元に倒れ込んだ。大丈夫ですかもしもし、大丈夫ですか何度か呼びかけるも、応答はなし。これは、少し、やばい。 僕は近くの二人に、すいません。あなた、すぐに駅員を呼んでください。あなたは念のため、救急車を呼んでください。お願いします。と、指示を出した。これだけの事件なので、救急もすぐに退去して押し寄せてくるだろうし、すでに駅員も、異常事態を感知して、動き出しているはずだ。だが、このような時に気をつけたいのは、 これだけ大勢人がいるんだから、きっと誰かがやってくれるだろう、と傍観者になってしまうことだ。傍観している間に危険な状態に陥る人もいる。僕の足元に倒れた彼女がそうだ。このような時は自分が動くだけではなく、必ず誰かを指して、役割をお願いして助けてもらうのが最善だ。我々日本人は、 真面目で優しい人たちが多い。きちんとお願いすれば、多くの人が努力を惜しまず助けてくれる。ただ自らそれをする勇気が、ちょっとだけ足りないだけだ。中学生の子を改めて見てみると、呼吸が止まっており、心室細動を起こしている可能性が出ていた。持病でも持っているのだろうか。今は、 考えている暇はない。やばいな。AED を使ってみるか。僕はすぐに彼女の軌道を確保し、胸骨圧迫に入った強い力で肋骨が折れてしまわない程度の力加減で、テンポよく胸骨を押し、心肺蘇生を開始した。よく勘違いされがちだが、この場合、人工呼吸は必要ないというのが、 最近のセオリーだ。あなたすいません。改札のところに AED がありますから、持ってきてください。近くで見ていた若い人に声をかけた。彼は知って、AED に向かってくれた。ホームにもやっと、たくさんの駅員が現れたが、事態の対応にてんてこんまいのようだ。はい、AED を持ってきました。先ほどの青年が、 素早く AED を持ってきてくれた。ありがとう。が、ここで少しためラインが出た。相手は女子中学生。囚人の前で肌を露出するのも、男性である自分がそれをするのも、まずい気がしました。だ、誰か、女性の方で AED を操作できる方はいませんか大声で尋ねるも、 周囲にいる女性たちは皆できないと断られた。しょうがない。緊急事態だ。自分がやるしかない。代わりに、女性陣には周囲をぐるりと囲んでもらって、目隠しのカーテンを作ってもらうことにした。だがよく見ると、服を脱がせる必要がないことに、すぐに気がついた。彼女はセーラー服の夏服で、 襟のあたりと脇のあたりは比較的空いており、AED の電極パッドを押し込むくらいならば、わざわざ何も服を脱がさなくても、弾けると判断できた。君、すまないが、ちょっと手伝ってくれ。AED を持ってきてくれた青年に、そのまま手伝ってもらうことにした。まず、AED の蓋を開ける。蓋を開けると連動して、自動的に電源が入る。 そして自動音声が流れ始め、AED の使い方を説明し出す。のんびり説明を聞いている暇はないので、僕はパッドなフィルムをすぐ剥がし、彼女の襟元から、右胸上部に一枚、左脇からもう一枚、ちょうど心臓を斜めに挟むような形で、彼女に電極を貼り付け、AED による診断を待った。AED は、自動で電気ショックが必要な状態かどうか、 チェックしてくれる。体に触らないでください。心電図を調べています。電気ショックが必要です。充電しています。やはり電気ショックが必要なようだった。僕は大きな声で電気ショックを与えますから皆さんは少し離れてください。と指示を出した。女性人のカーテンの輪が 少し広がった。助手の青年に AED のボタンを押すようにお願いし、一瞬、天気ショックが発生した。僕はすぐさま、胸骨圧迫に入った。一 <laughs>、二、三、四。胸骨圧迫を三回行ったところで、彼女がやっと息を吹き返した。 やった、成功だ。思わず助手をしてくれた青年と抱き合って喜んだ。周りにいた女性人たちからも、ハンドの声が漏れた。血まみれの地獄の駅のホームで、わずかに輝いた、明るい声だ。よし、彼女の体を横にするのを手伝ってくれ。はい。彼女の体を横に向けて、 片足を曲げた体勢にする。人によっては応答してしまい、それが気管に入ることもあるため、この姿勢にして、できるだけ安全を確保するのだ。走行している間に、本物の救急隊員がやっと来てくれた。彼女はタンカーに乗せられ、運び出されていった。僕は救急隊員に状況を説明したが、結局手伝ってくれた青年と一緒に、 救急車に搭乗し、彼女と一緒に病院まで行くこととなった。そしてこの時、僕は背筋が凍る思いをした。まだ、救出すらされずに、車両とホームの間に挟まれた男が、ブルーシートで隠される寸前、突然ぐるりと振り向いて、こちらを見たのだ。荒れた頭から、 流れ出る血の間から、乱々と見開かれた、恐ろしい眼差しを向けていた。奴は、絶対道連れを欲しがっていたに違いない。もう少しで連れて行けそうだった、女子高生の魂を、僕らが邪魔をした、というわけだ。あの男は、 そのままあそこで自爆霊になってしまうかもしれない。早くお払いをして、転落防止用のホームドアも設置してもらいたい。そうしないと、またすぐ次の犠牲者が出るかもしれない。それは僕かもしれないし、あなた、かもしれない。 you